エルンストレーム、エルンストユリウス・ギュンターレーム、エルンスト・ジュリウス・ガンサー・ RHM、1887年11月28日から1934年7月1日は、ドイツの軍人、政治活動家、政治家、アドルフ・ヒトラーの名友として、ナチスの早々と発展に大きく関与した。第一次世界大戦で顔面に受けた重傷による、印象的な外貌を持ち、 武勲に輝く軍人として、ドイツの元兵士たちの信用のある無は、ナチ党の準軍事組織である突撃隊 SA を統率し、同党の政権把握に大きく貢献した。しかし後にヒトラーと路線対立し、彼の命令で粛清された。レームは1887年11月28日、ドイツ帝国バイエルン王国首都ミュンヘンに、バイエルン王立鉄道管理官グイド。 ユリウス・ヨゼフ・レーム、グイド・ジュリウス・ヨゼフ・アール・エイジエムとその妻、ソフィア・エミリー、ソフィア・エミリー、旧姓・ワルシーザールの間の次男として生まれた。レーム家は、バイエルンの旧家であり、父の地位も高かったが、給料が多いわけではなかった。1906年に、ミュンヘンのを卒業したレームは、バイエルン第十不評連隊、皇太子ルートビヒ連隊に入隊した。年に、 士官候補生、フォンリッチの試験に合格し、同年から1908年まで、ミュンヘン市官学校で学び、1908年3月に、少尉に任官した。レームはに配属され、1914年8月に第1次、世界大戦が勃発すると、第1大隊副官として、西部戦線に従軍した。大戦中に、レームは3度も、重傷を負っている。 海戦の翌月に国境のロレーヌ地方で顔面に銃弾を受け、後にトレードマークになる鼻筋はそぎ取られ、頬がえぐられる重傷を負った。また1916年6月、激戦となったベルダン要塞の攻防戦に参加し、胸部に重傷を負って予備軍病院に入院した。退院後の1916年10月からに勤務した。 1917年5月から前線に戻り、1918年5月までの、召喚付け副官、オードノンザファジーア兼補給将校、ナッシュシューバファジーアとして、ルーマニアとフランスで戦った。1918年5月から同志願の隊に、参謀将校として勤務する。10月に、スペイン風邪に罹患し、一時は、生存が危ぶまれたが、 なんとか回復したところで11月の終戦を迎えた。終戦時の階級は陸軍大員。また先行で一級鉄十字賞、二級鉄十字賞、戦勝賞銀賞などを受賞した。終戦後、1919年1月から3月までインゴルシュタットので副官となった。ついで1919 19年5月から7月までの政治保安部で参謀長を務めた。 1919年4月にミュンヘンで赤色革命が発生した。ドイツ社会民主党のヨハネス・ホフマン政権はバンベルクに追われ、ソ連石化工作員やドイツ共産党によって社会主義政権、レーテ共和国が立された。4月14日にホフマン政権はレーテ共和国の武力討伐を決定し、バイエルン住民に対して義勇軍、フライコールを結成し、 レーテ共和国と戦うことを呼びかけた。この呼びかけにより、バイエルンでは、フランツフォンエップ大佐率いる、義勇組エップ、トゥーレ教会が組織した、バイエルン州森林監督官率いる、といった義勇軍が、次々と編成され、ネームも義勇軍に参加するためミュンヘンを離れ、オーレンドルフへ移り、同地に司令部を置いていた義勇組エップに参加し、エップ大佐から、 エップ義勇軍の装備と兵団を任せられた。レームはここで抜群の組織能力を発揮し、この後義勇軍の組織が軍におけるレームの主任務となっていく。エップ義勇軍を含む政府軍六万人は五月一日から三日にかけてミュンヘンに攻め上り、レーテ共和国を壊滅させることに成功した。ミュンヘンを占領した本命ル将軍率いる政府軍は 第七軍管区司令部を名乗り、軍の再編成を開始した。その中でレームは、都市司令部兵団部長に任命され、義勇軍と強度軍の強化する任務を与えられた。1919年6月28日に、ベルサイユ条約が締結され、ドイツ軍の陸軍兵力は10万人に限定された。重火器、戦車、航空機、潜水艦の所持は禁止された。 この兵力不足を補うために、ベルリンの国防省も、バイエルンの第七軍管区司令部も、民間の準軍事組織の育成、強化に本腰を入れるようになったので、レームの任務も重要性を増した。レームは与えられた任務以上の活動を精力的にこなした。1919年7月には、第七軍の政治的将校の集まりである、の創設に携わり、 レーはその狩猟的存在となった。この鉄拳団にはアドルフ・ヒトラーの上司であるマイエル大尉も参加しており、彼が部下のヒトラーを鉄拳団の集会に連れてきたことにより、レーはヒトラーと知り合うことになった。1920年1月にはミュンヘンの右翼政党ドイツ労働者党に入党した党員番号623。ベルリンのカップ一揆に触発されて、 1920年3月13日に、バイエルンで、グスタフ・フォン・カール、郷土軍司令官、ゲオルク・エシェリヒ、ミュンヘン警視総官らによる、ホフマン社民党政権が党の無空デタがあったが、レーもこれに参加している。この無欠空デタによって、バイエルンに右翼的なカール政権が誕生した。カップ一期が失敗に終わった後、1920年から1921年にかけて、 ヘルマン・ミュラー内閣やヨーゼフ・ビルト内閣は、ベルサイユ条約の遵守のために、義勇軍や強度軍に解散命令を出したが、バイエルン州のカール政府は当初この解散命令を無視した。だが、ドイツ内外からの圧力は激しく、カール政府も1921年6月28日には、解散に同意した。レームはもちろん義勇軍解散に反対の立場であり、自分が編成した。 義勇軍を何とか存続させる道を模索した。解雇された義勇軍、強度軍兵士を集めて、ニュルンベルク市に、ニーダーバイエルンに、ニーダーバイエルン闘争団を創設し、義勇軍の維持を図った。ドイツ労働者党の党首に、ヒトラーが就任するのを支援し、ヒトラーに要請して突撃隊司令官に、旧エアハルト海兵旅団から生まれた右翼テロ組織。 コンソルのメンバーである元海軍将尉をつけた。レームとクリンチェは突撃隊にも続々と義勇軍を送り込んだ。当時のレームはバイエルンの右翼団体をすべて軍事化して国軍第七軍に組み込み、ベルリン進軍を行うという雄大な計画を持っていたという。レームは1923年3月に突撃隊を第七軍の指揮下に組み込んだ。 1923年8月13日にグスタフ・シュトレーゼマン内閣が誕生。シュトレーゼマンはこれまで政府がとってきたフランス軍ルール地方占領への受動的抵抗路線を放棄し西欧列強との関係回復を目指した。右翼勢力や極左勢力によるシュトレーゼマン批判が起こった。ナチ党を含むバイエルン右翼たちの間ではベルリン進軍を望む声が高まった。 1923年9月26日に、レームは第七軍管区司令部に除隊願いを出して、軍を退役し、ヒトラーの下に馳せ参じた。1923年11月8日夜から9日にかけて、バイエルン州総督グスタフ・ホンカールに、ベルリン新軍を促すため、アドルフ・ヒトラーやエイリヒルウデンドルフ将軍と共に、ミュンヘン一揆を起こした。レームは、や、 ミュンヘン島相談、突撃隊の一部を率いて、バイエルン戦争省の軍司令部を制圧した。ついで都市司令部の制圧に向かったが、当直将校に追い返されてしまった。11月9日朝、ヒトラーとルーデンドルフが、オデオン広場へ行進を開始。バイエルン集計艦隊の銃撃を受け、一騎勢は、総崩れとなった。軍司令部を占拠していたレームたちもこれを聞き、 午後2時頃に鎮圧軍に投降した。1924年2月26日からヒトラーやルーデンドルフらと共にミュンヘン人民法廷にかけられた。4月1日の判決でレームは1年3ヶ月の禁庫刑に処されたがすぐに仮釈放となった。ランツベルク刑務所に入ることになったヒトラーはレームに突撃隊の葬式を委任した。 ミュンヘン一期の失敗で、ナチ党も突撃隊も解散させられた。レームは突撃隊の再建のためには、ルーデンドルフの名声が必要不可欠と考えていた。そのためレームは、ルーデンドルフが、品格になっていたドイツ民族自由党とナチ党、残党勢力の合同政党、民族主義イコール社会主義ブロック、あとに国家社会主義自由運動に、海祖からの国会議員選挙へ、 出馬要請を喜んで受けた。レームは1924年5月4日の国会議員選挙で当選を果たした。5月31日にザルツブルクにかつての突撃隊幹部を招集し、ミュンヘンに本部を置く準軍事組織の結成を命じた。8月28日にフロント版設立大会を開き、同組織はヒトラー、ルーデンドルフ、アルブレヒト・ホングレフへ、 ドイツ民族自由党党首の3人に忠誠を誓うものとした。フロンバンの隊員は義勇軍からかき集められ、隊員数は3万人にものぼった。対して突撃隊はミュンヘン一揆の際に、せいぜい3000人程度の規模だった。6月12日には民族主義イコール社会主義ブロックが国家社会主義自由運動に改組された。 国家社会主義自由運動の全国執行部は、ルーデンドルフ将軍とグレーフェとグレゴール・シュトラッサーの人で構成された。しかしこの組織の宣伝と組織活動は、主としてシュトラッサーと、レームで担当していた。ヒトラーの仮釈放は、バイエルン州法相フランツ・ニュルトナーや、ミュンヘン系思想官ら国水主義者たちの尽力によって1924年10月1日に予定されていたが、 レームのフロント版活動を危険視した弁護士会からの抗議により12月20日まで延ばされた。1924年12月20日にヒトラーはランツベルク刑務所を仮釈放された。1925年1月4日にヒトラーはバイエルン州法相ギルトナーの仲介によってバイエルン州首相ハインリヒヘルトと会談し二度と非合法活動を 行わないことや共産主義者に対する戦いに協力することを条件に、ナチ党禁止命令解除の約束を得た。ヒトラーは、ルーデンドルフやドイツ民族自由党と他元を分かち、1925年2月27日に、ビュルガー・ブロイケラーにおいて、ナチ党再決闘式を行ったが、ルーデンドルフの下で働いてきたレームは、この決闘式に出席を見合わせている。 霊ームはヒトラーとルーデンドルフの和解を求めており、またフロント版や突撃隊をナチ党から独立した準軍事組織、国軍補助兵力に従っていた。しかしヒトラーはこれを認めず、両者は最終的に4月16日から17日にかけての会談で決裂し、霊ームはフロント版司令官職と突撃隊司令官職を辞した。 四月三十日にはヒトラーに友情を確認する手紙を書いたがヒトラーからは無視された。結局レーは政界からの引退を宣言することになった。1928年には軍事顧問を必要とするボリビア政府の将兵に応じて南米に渡った。レーはヒトラーと別れる時お前はいつか俺を必要とするだろう。その日が来たら朝六時に外戦門へ来い。 そこには俺もいるはずだ。と述べて去っていった。1928年12月に19歳の学生だったを連れてに乗り込み、1929年1月にブエノスアイレスに到着。その後、列車でボリビアのラパスに向かった。1929年1月からボリビア軍に中佐階級で迎えられ、軍事顧問及び二つの不評連隊の監査官に、 就任した。当時ボリビア軍はドイツから招かれたハンス君と将軍が軍務大臣として指揮しており、レームも君ととともに仕事をした。1930年8月、突撃隊最高指導者、フランツ・プフェファー・ホンザロモンは、1930年9月4日に行われる国会選挙の候補者名簿に突撃隊員をもと、加えるようヒトラーに救示。 ヒトラーと対立を深めた。結局ザロモンは1930年8月12日に突撃隊最高指導者を辞した。さらに、ベルリン島部地区突撃隊副司令官、バルター・シュテンネスが、党指導部に対して反乱を、ヒコなど突撃隊をめぐる情勢は不穏になった。ヒトラーは、自らが突撃隊最高指導者に就任したが、 この状況で突撃隊を抑えられる人物は一人しか思いつかなかった。直ちにボリビアのレームと連絡を取り、突撃隊爆料長職を受けてほしいと脱信した。レームは了承し、1930年11月1日にドイツに帰国し、ナチ党に再入党した党員番号41。そして1931年1月5日に正式に突撃隊爆料長に就任した。 ゲームは突撃隊員が反乱を起こしてもすぐさま鎮圧できるよう1931年春に突撃隊の中央集権化を進める組織改革を行った。1931年4月のシュテンレスの再反乱でシュテンレス一派一万人がとうと突撃隊を去ることとなった。しかしながら世界恐慌の影響で巷には失業者が溢れ返っており、彼らは 反資本主義的な政治的求進派となって、ナチ党や突撃隊に続々と参加した。1930年には7万人だった。突撃隊隊員数は1931年末には17万人、ナチ党政権掌握直前には70万人に達した。そのため突撃隊は、ますます過激化し、隊員たちは、ヒトラーの合法路線にしびれを切らして、 武装放棄を求めるようになった。レーも隊員の不満を抑えるためにこうした声を代弁するようになり、1931年末にはヒトラーに武装放棄を進言している。突撃隊員の街頭などでの暴力活動が増えたため、1932年4月13日にハイン・リヒブ・リューニング首相やビルヘルム・グレーナー内相の進言により、 パウル・ホン・ヒンデンブルク大統領が突撃と新英隊の禁止命令を出した。5月8日にヒトラー・トレームはナチス弾圧の命令に反対していた大統領側近、クルト・ホン・シュライヒャー将軍と面会し、ブリューニングとグレーナーの失脚工作について話し合った。シュライヒャーとナチ党は5月13日にグレーナーを辞職させ、続いて5月30日には、 ブリューニング内閣を総辞職に追い込んだ。その後、シュライヒャーの推薦によって首相に就任した、フランツフォン・パーペンは6月16日に突撃隊と、新衛隊の禁止令を解除した。1933年1月30日に、ヒトラー内閣が発足したが、国軍への配慮のためかレームには、閣僚職は与えられなかった。 1933年3月5日に行われた国会議員選挙で、ナチ党は44.1%を得票し、ナチ党の連立与党国家人民党と合わせて過半数を得た。ナチ党政権は、この選挙結果は、ナチ党が国民の信任を受けている証拠とて、ナチ党が参加していない。州政府は民意を反映していないので退陣すべきと主張し、各州に対する介入を開始した。 しかし、バイエルン州首相、ハイン・リヒ・ヘルトはナチ党中央政府の介入に反抗した。そのため3月9日に、レームは、エップやバーグナー、ヒムラーらと共に、ヘルト政府の解体に当たった。翌3月10日、バイエルン州の国家弁務官となったエップよりレームは、衆議院に任命された。レームは三月十二日に、バイエルンの七つの軍事事長に、治安維持と、 性的排除に責任を負う突撃隊最高指導部特別委員を設置させ、彼らの指揮下に突撃隊を補助警察官として採用した。レームはこの制度を他の州にも導入させようと図り、5月にプロイセン州で導入され、その後他の州も続々と導入した。突撃隊員たちは補助警察官として、ドイツ各地で性的を予防検索していった。 しかしヒトラーも、ドイツ内相、ビルヘルムフリックも、プロイセン州首相、内相ヘルマン・ゲーリングも突撃隊に、警察権限を認めることには反対だった。ゲーリングは1933年8月には、補助警官隊に解散を命じ、他の州も続々とゲーリングに習って、補助警官隊を解散させた。ごく一部の突撃隊員が、 正規の警察官として採用されたが、他の大多数の突撃隊員は、補助警察官として支給されていた給料を切られ、失業者に戻された。そのため突撃隊の不満が高まり、彼らは第二革命を叫ぶようになり、1933年8月以降には、ドイツ各地で暴動を起こすようになった。突撃隊員の声を代弁する霊夢も公然と、第二革命を唱え、 ヒトラーの革命終了宣言に抵抗した。霊ームは9月1日にバイエルンの突撃隊最高指導部特別委員制度を廃止し、代わりにバイエルン州政府に突撃隊特別全権官、軍政府に突撃隊特別委任官を置いた。彼らの任務は国家社会主義革命による発展が続けられているかを官庁と協力しながら監視することであった。これによって地方行政機関を 第二革命に動かそうとしたのだった。10月には、ゲーリングの支配するプロイ選手にも突撃隊、特別全権官の設置を認めさせた。ゲーリングは突撃隊政治部長、ゲオルクフォンデッテンから、国会議事堂放火事件の真相を暴露すると、ねだられて、しぶしぶ認めたという。各州もプロイ選手に習って突撃隊、特別全権官の設置を認めた。結果、 突撃隊特別全権官による行政への横やりや命令無視が横行し、ヒトラー政権は相場崩壊するだろうという噂が立った。ヒトラーは突撃隊特別全権官と州政府を少しでも一体化させるため、1933年12月1日に党と州の統一のための法律を成立させるとともにエルンストレームを無人諸訟に任じた。 ゲーリングは12月15日にプロイセン州市町村制度法を導入して市町村の地方評議会メンバーを25歳以上に限定すると定めることで25歳以下未満の若者がほとんどを占める突撃隊員をプロイセの地方自治から占め出した。ドイツの国際連盟団体によってポーランドとフランスがドイツへ進行してくるのではないかという危機感がドイツで高まり、 再軍備問題が関心を集めるようになると、レームは1934年1月15日に突撃隊特別全県間の任務を反国家的陰謀との闘争に限定させるなど、第二革命問題で一定の情報の姿勢を見せるようになったが、代わりに再軍備問題に関連して突撃隊をドイツの正規軍にするという野望を本格的に抱くようになった。 突撃隊を正規軍にすることができれば、突撃隊員の失業問題は大きく改善し、第二革命などを起こす必要はなくなるため、レーは第二革命より突撃隊正規軍化に力を入れるようになった。レーの軍事的野心は、正規軍である国軍と圧力を生んだ。もともとレーは、貴族が幹部を占める今の正規軍、国軍、ライシュベルでは、 ベルサイユ条約を打破して、再軍備が叶ったとしても、結局、旧プロイセン王国的な旧式軍隊にしかならず、近代戦争に対応できる軍隊にはならないと考えていた。彼が理想とするのは、国民軍の形態であった。突撃隊は5つの突撃隊上級集団、軍隊の、軍団に、総統王と18の突撃隊集団、師団総統でなされ、 国軍の5倍に当たる兵力を保持し、軍隊と同等の規律を有し、その指揮官たちは元将校たちで占められていた。いつでも国軍、ライシュベルにとって変わることができる状態であった。軍と突撃隊は1933年5月に協定を結んでおり、突撃隊と新鋭隊と鉄兜団は国防省の管轄に入ることになっていた。国軍からのスタッフの手も借りて、 フリードリヒビルヘルムクリューガー特退対象のもとに突撃隊員の訓練が行われ国軍に送り出していた。しかしやがてレ夢ムは東部国境守備隊の指揮権を要求しまたその武器庫を管理下に置こうとし軍と対立を深めていた。一方ヒトラーは国軍をもって再軍備を行うことを決めておりレ夢ムの国民軍構想を厳しく跳ねつけていた。 1934年2月28日には、ヒトラー立ち会いのもとに、国防省、ベルナー・フォンブロンベック上級大将以下国防省の幹部とレーム以下突撃隊の幹部が会談した。ヒトラーの希望で、両者は国軍がドイツ唯一の国防兵力と認め、突撃隊は準国軍としての役割に徹し、訓練などを主任務とすることで合意した。しかし会談後に、レームは、 あのふざけた故障の言うことに何の意味がある。俺はこんな協定全く守る気はない。ヒトラーのような裏切り者は追い出さねばダメだ。奴を排除した後、我々が権力を握るのだ。と吐き捨てたという。国軍軍務局長、バルター・ホン・ライヒエナウ少将と、新衛隊 SD 長官、ラインハルト・ハイドリヒ新衛隊少将は突撃隊の排除のために連絡を取り合っていた。 ハイドリヒは、レームと、その一派全員の抹殺を決意していた。彼は、新英隊全国指導者、ハインリヒヒムラーを解き伏せて、レームの粛清を決意させた。新英隊は、プロイセン州首相ヘルマン・ゲーリングと連携して、レーム抹殺計画を進めた。ゲーリングにとってレームはプロイセンにおける、警察権力、及び国防軍総司令官の地位をめぐっての脅威でった。 突撃隊問題に曖昧な態度を取るヒトラーに粛清を決意させるため、ヒムラー、ハイドリヒ、ゲーリングラは突撃隊の武装放棄計画をでっち上げることにした。1934年4月下旬から5月末にかけてハイドリヒはデームと突撃隊の武装放棄の証拠の収集、偽造を行った。そして1934年6月初め頃から、 それらがばらまかれて、突撃隊、武装放棄の噂が流れた。この噂を重く受け止めた、パウル・フォン・ヒンデンブルク大統領と国防相、ベルナー・フォン・ブロンルクは、1934年6月21日に、首相ヒトラーに対し、もし突撃隊問題が解決できないなら、ヒトラーの権限を陸軍に移して、代わりに、処置させると通告した。この通告によりヒトラーは、 粛清を実行するしかなくなった。またこの頃すでにヒンデンブルクの死が近いことは明らかだった。ヒンデンブルクの死後、ヒトラーは軍に忠誠を誓わせねばならず、そのためには軍が望む、レーム以下突撃隊幹部の粛清が必要だった。ヒトラーはこの日に突撃隊の粛清を決意したという。六月十八日にヒトラーは、リュウマチ療養で、バイエルン州、バートビースゼン、 にいたレームと連絡を取り、そちらで6月30日に会議を行いたいので、突撃隊幹部を集めておくようにと指示した。突撃隊幹部は疑うこともなく、招集に応じた。6月30日午前6時30分頃、ヒトラーは、バイエルン州、バーとビース勢にあるレームたちが就寝中の突撃隊、雇用クラブ、ハンゼルバウアーに押し、ヒトラーはレームに拳銃を突きつけ、エルンツと、 君を逮捕すると述べた。この時ヒトラーは親しみを込めた、君、DU のに認証を使っている。レ夢ムは反逆を否定したが、ヒトラーは服を着るよう命じて、すぐに部屋を出て行った。逮捕された、他の突撃隊幹部たちと共に、ミュンヘンのシュターデルハイム刑務所、突撃隊中将、ハンスハイン、突撃隊大佐ハンスフォンシュプレーィイコールバイルバッハ、白尺の6名が銃殺された。 しかしヒトラーはレーについてはこの必処刑を見送っている。ヒトラーはミュンヘンを立つ際にレーは彼の功績に免じて許したと述べた。しかしベルリンに戻った後、レーを除名しようというヒトラーの意思は7月1日正午頃までにヒムラーとゲーリングによって崩された。ヒトラーはダッハウ強制収容所所長テオドール相手にレーに自決の機会を与え、 しないようなら彼を処刑するよう命じた。午後三時ごろ、アイケは部下のダッハウ副所長、ミハイル・リッペルトを引き連れて、シュターデルハイム刑務所のレームの独房を訪れた。アイケは彼に対して、あなたは死刑に処される。相当は、最終決断のための機会をあなたに与えたと宣告し、自身の逮捕を報じると帰還し、フェルキッシャー・ベオバハターと自決用の一発だけ弾、ま。 入った拳銃を置いて独房から立ち去った。しかしいつまでも銃声がしないため、二人は独房に戻った。相家はレ夢ムを撃つよりリッペルトに命じ、彼に向けて二発発砲した。撃たれたレ夢ムは床に倒れながら、我が相当よ、と呟いた。相家は、あなたは、もっと早く、それを言うべきだったと返したという。まだ息があったため、もう一発胸に撃ち込んで殺害した。 撃ったのが相手とリッペルトのどちらであったかは不明。この粛清によって、200人以上の突撃隊幹部、党の政敵、党内の反ヒトラー分子らが捕らえられ、法的手続きを経ることなく処刑されている。その中には、ミュンヘン一機を鎮圧した、グスタフ・フォンカール・元バイエルン州総督やナチス・サ派の、元指導者、グレゴール・シュトラッサー、陸軍中将、 クルト・フォン・シュライハー元首相などいる。これによって、新衛隊の長方期的措置の前例が生まれ、また、国防軍は、ナチスの強行手段に戦律し、意向完全な協力を約束することになった。弾色、暖暴、手乱など、評判の悪かった突撃隊幹部の粛清に、市民の反応は冷静で、ニュースは概ね好感を持って伝えられた。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。